はい、どうも、たくみです。ということで、プロスペースやっていきたいと思います。ということで、今回は、前回のね、まあ、福袋でね、まあ、そこそこな、まあ、数だけ言ったら、ちょっと、神引きまではいかないけど、ちょっといい引きみたいなのをして、スランク増えたので、ミキサー引いていこうかなと思います。はい、行きましょうか。で、投入する選手は、ちょっとね、迷ったというか、まあ、特に何も考えずに、まあ、この画面来ちゃったんだけど、源田選手をね、2人というか、まあ、2人持ってるんですけども、ここを投入するかっていうと、まあ、1人は投入するんだけど、もう1人こう使うかっていう、今後またね、今回ね、菊池雄星選手出なかった場合を考えると、源田選手取っておいた方が、まあ、枠を減らして引くことができるからいいんだけど、まあ一応保険でちょっと取っておこうかな。うん、こう投入してもいいんだけど、正直オーダーには入んないんで、そう考えたら投入しないで、投入してもいいんだけど、投入しないで次のミキサー、まあ、保険をかけて、本当はここでやってたいけど保険をかけて取っとくっていうのもありなんだけど、どうしようかね。バンデンハーク入れるか。正直使わないですよ、バンデンハーク持ってるんだけどさ。正直ここ入れるなら東山選手入れたいんで、中継ぎで。で、先発にちょっとね、また違う選手入れたりしたいんで、まあ将来的なことを考えて、これでいこうかなと思います。ちょっと一応保険もかけてね。まあここで当てるつもりでは いくけど、で、セーブ枠が2つ潰れてて、S ランク今10枚出てるから、シリーズで。8分の1か。8分の1だよね。いやー、まあ最悪中村拓也選手とかでもいいかな。なので、まあ、8分の2。8分の2か。でいいのかな。はい。ぐらいで、まあ当たって、まあ4分の1か、実質。お願いします。ミキサー3回目かな、セーブで引くのは。お願いします。いきます。ドン。いや、頼む、まあ。そろそろ来てくれると嬉しいかな。嬉しいかな。まあでも、まだスターロードの S ラン契約書とかあるから、そこでもワンチャン狙えるから。さあ、お願いします。さあ、誰ですか？またあんたかい。まっちゃ。これさ、これ交互に来てるよね、めっちゃ。まだ引けんのかな？さすがに引けないな。入れてもいいところでたとしてもここだからな。まあ、ここぐらいか。はい、じゃあちょっと一旦ね、まあ今回はやめにして、スターロードの S ランクの契約書を引いて、まあそこの、まあそこ引いて、まあそこでもし出たらいいんだけど、まあ、そこに出なかった場合はちょっとまた引こうかなと思います。はい、なんかもうね、同じ選手しか出ない。ウルフ源田みたいな感じで来るんじゃないかっていうのでね、怖い。今次引くのはまた源田選手来るんじゃないかっていう、このね、なんかね、もうミキサーね、これ引くとね、どんどん沼にはまってね、もうよくあるあるだよね、これ。同じ選手また出るみたいなさ。俺も前日ハムとかで大谷選手狙って引いたけど、谷本選手とか何回も出たような記憶あるし、まあまあまあ、ミキサーっていうのはこんなもんなんかなっていうね、動画になったんじゃないかな。皆さんもね、引くときはね、まあまあ、一発でね、その目当ての選手出ることもあるけど、まあこうやってね、沼にはまって、どんどん S ランク使ってって、結局はちょっと、オーダーに入れたいけど、まだちょっと限界突破進んでないけど、まあ入れちゃえみたいな、まあいっかみたいな感じで入れちゃえみたいなことになって、後々後悔しないようにね、S ランクのね、ご利用はね、こう計画的に使っていかないといけないかな。まああと最悪ね、A ランク選手覚醒とかさせて S ランクにすることもできるから、まあそういうのもね、うまく考えて使っていくといいかなと思います。はい、ミキサーはね、引いてるときは楽しいんだけど、引き終わってこの喜びか、もうダメだったからね、もうね、ね、テンションが変わってくるから、いやー、非常に難しいですね、ミキサーっていうのは。はい、皆さんもね、なんかミキサーですごい一発で当てたとか、まあ、ノーマルで当てたとかね、狙いで、よかったらコメントで書いていってください。ということで、以上、たくみでした。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。はい、ということで、以上、たくみでした。じゃあね。